ここが好きなんです。ここがすごいいい動きしてます。ここすごいいい動きしてます。これ。あ、本当だ、かわいい。なんだこれ。電気結構好きです。高校は工業通ってたんですよ。どうしてもロボットが作りたくて、なんかロボットアニメとかも関節が気になってしょうがなくて、変形の時の動きにあれどうやって変形してんだろうなってひたすら紙に変えて考えたりとかしてました。ショーのイベントをクラブでやることになって、初めてその DJ 機材っていうのを見て、もう見た時に光るボタンがあって、 Q ボタンも光って、もうこれはどうしてもこのボタンを押してみたいっていう気持ちしかなかったです。楽しいです。すごい楽しいです。音楽聴いて高まってうおーってなってるのがすごい楽しいです。ライブに行ってる感覚だと思うんですよ。みんなでサイリウムを振って、その DJ さんが流してる曲と映像を見て、その近くにいた人とかと、あ、俺もこれ好きなんだよねとか聞いて高まって、みんなで分かり合って話ができる、お酒がなくても楽しめる場じゃないかなと思います。人前に立ってるのがすごい恥ずかしかったんですけど、 DJ やり始めてなんかちょっと慣れたなって思ったぐらいなんで、自分の好きな曲かかってこそアニソンのクラブだと思ってるんで、選曲はやっぱりギリギリまで考えてますね。いや今日この人来てる、この人あの曲好きだったとか、一個前のアニメの主題歌を歌ってるのが何々さんで、次の曲に流すのがその主題歌歌ってる何々さんが声優やってるアニメでとか、一応そういうのも大事にしつつ、自分が好きなのを入れてとかってやってます。コスプレしてDJ して、一見ちょっと華やかで女子だったりするともう多分チヤホヤされる、ビジュアルだけで売るんではなく自分の技も磨きたい、上手くなりたいです。やっぱりなんか一人一人アニソンに込めた思いって多分全然違うと思うんですよ。そういう部分をこううまく研究したりとか練習したりとかして、今日良かったねとか今日すごい上手かったよとかって言ってもらえるような DJ になれたらいいなって思います。